皆さんこんにちは。こんにちは。フリースピリッツです。本日はこちらメガネケースに入るメガネの大きさをご紹介しようと思います。お願いします。お願いします。はい、メガネの詳しい大きさについては最初の画像をご参照ください。はい、はい、というわけでまずこちらですね。ダクトのメガネケース。TV282 の方をお持ちしました。はい。ではまずでですね、一般的なメガネの大きさかなと思います。はい、入れてみます。あ、全然余裕です。あ、本当だ。入りました。入ってますね。綺麗に入りましたね。そうですね。結構お店で接客してるとこれはプレゼントとしてお渡しする方が多いなという印象にありますね。確かに多いイメージありますね。はい。続きましてこれですね。ちょっと横幅が長くて、はい、入るでしょうか。これはちょっと入んないですかね。やっぱり変化球は難しそうですね。サングラスです。これも。厳しいですかね。これはぜひ普通のメガネケースとして使っていただけたらいいなと思います。結構しっかりしているので、潰れる心配はありません。では続きましてこちらですね、ビアベリーさんのメガネケース&トレイですね。これはここにメガネをこんな感じで差し込んでいただいて。止めます。全然綺麗にすっぽりはまりますね。では変化球メガネを、これも全然いけそうですね。いけそうですね。結構サイズ調整というか、なんかそういうのができるタイプのメガネケースですね。そうですね。なんか幅広く使えそうな大きさですね。まだ全然余裕があるので。本当だ。入りますね。入ります。最後サングラスですね。こんな感じで、サングラスはちょっとここがボタンが閉まらないかな。はい。厚さがあるとちょっと難しいですかね。はい、はい、というわけで結構早送りで全部入れてみました。意外とこの辺サングラスが入らないかなと思ったんですけど、入って驚きましたね。私たちも新たな発見がありました。全部入ったのがその前に出てる4つですかね。そうですね、パーリーとレンマとエムピューとドゥラムの4つですね。これだけちょっと斜めにして入ったのもあったんですけど、一応入ったということで。一応店頭では結構サンプルのこの辺のものであったら全然お客様の眼鏡実際入れてみていただいてもう大丈夫なので、よかったら眼鏡ケースを買いにいらっしゃる際は眼鏡を持ってご来店ください。お願いします。お願いします。はい、はい、ということで本日はこちら眼鏡ケースご紹介いたしました。はい、多分結構皆さん人によって眼鏡の大きさ違うと思うので、ぜひご参考になればと思います。はい。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。